たるんでしまった二の腕は肩甲骨を動かせばほっそり引き締まっていきますよ。手のひらを頭の後ろに置いて肘を開きます。しっかりと後ろに開いて緩めて開いて緩めて、肩甲骨を寄せるような感覚でしっかりと背中を使いましょう。肘と肘を背中の後ろで合わせるような感覚で、そうすると肩甲骨、背中、さらに二の腕がギュッと締まっていきます。肩甲骨を寄せることによって二の腕が引き締まりやすくなりますよ。このストレッチがとても大切。しっかりと胸を突き出して、胸を張りながら肘は後ろに、そういいですよ、繰り返して深く長い呼吸で思い切り息を吸って肘を開く、吐いて肘を閉じる、呼吸と動きをつなげて、そうです、ナイスです。では力を抜いてその腕を横に伸ばしていきます。はい、今度は横に腕を伸ばして引きましょう。大きく回して回して、手のひらで円を描くような感じで自分の体の後ろに、ここで肩甲骨や背中がさらにギュッギュッと縮まっていきますね。普段たるんでしまった背中を引き締めていきましょう。いいですよ、ぐる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 回して回して、反対回しリバース、しっかりと肘を伸ばしきったままいきましょう。これがポイントです。手首や肩は極力リラックス、二の腕や肩甲骨のあたりに力を入れて、そうです、深く長い呼吸をしながら繰り返します。ナイス、いい感じ、だいぶ背中使えてきましたね。さあ、それではここら辺しんどいですね、だるくなってますね。はい、今度は肘を前に、手を腰の横をぎゅっと前へ戻す。さっきまで寄せていた肩甲骨を反対、開いていきます。肩甲骨を開くことで今使った筋肉を緩めてストレッチ、筋肉は縮めたり伸ばしたりすることによってどんどん引き締まりやすくなっていきます。ゴムと一緒で伸び縮み、いろんな動きをさせることが大切ですよ。どうですか、どっちがやりやすいですか、左右差はないですか。しっかり体に気づきを持っていきましょう。そうです、ぎゅっと肘を前、少し背中を丸めていいです。頭ばかりが前に行かないように気をつけて、フェイスライン、首のラインは美しく保ったままです。そう、いい感じ、ナイスです。はい、よくできました。今度はさらに二の腕を使います。脇を締めて肘を持ち上げて腕を伸ばすだけ。そうです、小指を少し後ろにしっかりと伸ばしきって、ふう、伸ばすペースはゆっくりでもいいです。自分のペースでやっていきましょう。ナイスです。しんどくなったら休憩していいですからね。他人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。そう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 、ナイスです。特に二の腕周りの筋肉、肩甲骨周りは細かな筋肉たくさんありますから、しんどくなったら休憩してまた繰り返すという感じで自分のペースでやってください。これが大事です。無理してやると違う筋肉を使って首肩がごつくなってしまいますからね。少ししんどいかなぐらいで適度な休憩挟んでください。はい、いいです。さあ、それでは頭の上で手を伸ばしていきましょう。しっかり肘を伸ばして二の腕の裏側使っていきます。しっかりと肘を伸ばしきって二の腕の裏側を意識して、肘は耳よりも後ろに引いていきます。そうです、できるだけ後頭部の後ろで手を動かすイメージです。ナイスナイスナイス、いい感じです。その調子その調子。二の腕肩周りがちょっとしんどくなってきますね。首は長く保ってください。そうです、今ぐらい細く長い首を保ってキープしましょう。肘を伸ばしきる瞬間に二の腕の裏側、上腕三頭筋を使っていきます。美しい二の腕、そう意識をしてもう一息伸ばしきる。ナイスナイスナイス、その調子です。もう一息、
はい、OK。 さあ、それでは今度は腕を上と下に、また肩甲骨を動かしていきます。肘と肘を背中の後ろで合わせるような感覚、しっかりと肘を引いて戻す、引いて戻す。そう、いい感じです。その調子、もう一息、肩甲骨を寄せて胸を突き上げるようにして、思いっきり息を吸うと胸が広がり、その分肩甲骨がギュッと締まります。はい、いい感じ。背中、二の腕の筋肉が喜んでいますね。そう、ナイスナイスナイス。その調子でいきましょう。もう一息、ギュッと背中を寄せる寄せる、胸張って OK。 いいです。今ぐらい綺麗な姿勢でできたらバッチリです。はい、今度は腕をほどいて、手をお尻の後ろで合わせていきましょう。ゆっくり後ろに、そうです、手のひら同士を合わせるようにしっかり肘を伸ばしきっていきます。よいしょ、肘を伸ばしきったまま後ろに後ろに、イメージは小指を天井の方に向かって持ち上げる。そうすると二の腕、さらにぎゅっと力が入りますね。そうそう、いいです。使ってる筋肉を感じて、どうですか、感覚はありますか。深く長い呼吸を繰り返して、ふう、吸ってゆっくり吐いて、ナイスです。もう一息、胸張って、そう、今して綺麗になりました。そう、いい感じ、いい感じ。その調子です。ナイス。さあ、リラックスをしたら今度は手を後ろで上下に動かします。手を合わせるのが難しい方は離れていても大丈夫。腕を上と下へ、二の腕や腕の付け根、肩甲骨のあたりも使っていきます。背中も引き締めていきましょう。ぎゅっと縮めて緩めて、しっかりと二の腕を伸ばしきって、そうです、背中全体も使っていきます。その動きでしっかりと筋肉全体を使っていきましょう。はい、もう一息、しっかりと呼吸して、呼吸して、深く長く呼吸して、今呼吸止まってなかったですか、皆さん見えてますよ。はい、いいです、いいです。リラックスをしながら、その調子です。はい、ナイスです。さあ、今度は腕を外回しにして小指同士をタッチしに行きます。最後、これが一番大切、ぎゅっと後ろに、そうです、お尻の後ろで指先をタッチするイメージ。はい、この時に思いっきり二の腕を使っていきます。頭のてっぺんは天井の方向に、身長高く伸びながら指先同士は合わせるように、いいですよ、できるだけ脇を締めて胸張って、そう、その調子です。あと一息頑張って、これでもう一息でおしまいですよ。そうそうそう、引き締まっていく二の腕を感じて、ぎゅっと筋肉を意識しながら、最後もう一息でおしまい。そう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 、いいですよ、ラストラストラスト、もう一息、あとちょっとあとちょっと、もうおしまいです。そうです、 OK。 はい、どうでしょうか。最初よりも肩甲骨が柔らかくなって手を合わせやすくなっていますね。続けていけばどんどん背中、二の腕が引き締まっていきますよ。このように体の仕組み、解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT 1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて回答していますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。